ゆっくり、という、チャンネル。こんにちは、新キャラ情報第2弾久喜忍編。今回も時の光さんの翻訳と、PS ブログの情報をもとに考察なんかしていきたいと思います。はい、まず、概要ですが、片手剣、雷キャラ、でヒーラーとサブアタッカーですかね。で、自称キャラクターなようなので、王城ユーザーが一人増えそうでいいですね。てかヒーラーなのに、自称するのか。ストーリーは、事前というかゲーム内情報の通り。新滝派の2番手で、超優秀 TOP にといったところでしょうか。なんか、リボーンのカードゲームを思い出しますね。そう、アーケードゲームのあれですよ。で、炎飛薬上サラと面識があるようですね。今回炎飛も出てきそうなので、どういう絡みがあるのか期待ですね。で、元素スキルについてですね。HP を一部消耗し、継続雷ダメージ。で、登場キャラクターを回復する。あ、これ。封筒形式で自称っぽいから王城は使えなさそうだね。で、輪っかハバーバラみたいなやつだね。ちなみに、PS ブログでは、元素スキルエツハラエ雷草の輪を発動すると、一定の HP を消費してエツハラエ草輪を編み、周期的に周囲の敵に雷元素ダメージを与え、範囲内のフィールド上キャラクターの HP を回復します。とありますね。また、スキルのダメージと回復量は、元素熟知を参照して上昇するようです。また、忍の HP が低い時にも回復量が上昇するみたいですね。ということは、基本的に忍は引っ込めて回復しないようにするのがベター？回復量ではなく、ダメージだったら嬉しかったんですが。さすがに、そんなことすればぶっ壊れすぎるか。では、通常攻撃とスキルを映像でチェック。それでは、こちらが通常モーションですね。すごい忍びって感じでいいですね。4段目が敵の大きさで多段ヒットするのか気になる。で、スキルですね。継続ダメージと継続回復ですね。個人的には、どれくらい元素反応を起こせるのか気になりますね。どうなるんだろう。やっぱり、極力性能の詳細をわかりにくくしてるように感じる。邪推なんだろうか、すごい気になるんだよね。そして粒子発生が確認できていないんですが。ココミとかみたいに、継続ダメージがヒット時に発生なのかな。バーバラとかみたいに粒子発生霊とかギャグでもやめてくれよ。で、元素爆発についてですね。ドラクエ10のプラズマブレード感あるよね。それはさておき、シンプルに継続ダメージ与えるだけなのかな。爆発。強かったらいいですね。なんか、シンプルすぎてどう反応していいのかわからん。固有テンプは派遣追加報酬系なんだね。今後はこのタイプが増えるのかな。それでは、爆発の映像も見ていきましょう。この剣を突き刺すモーションかっこいいですね。むしろこっちの方が自分の HP 減りそう。爆発は見た目逆アンバーって感じ？ヒット数次第では、熟知が爆発でもいきそうですね。気になる点は、ベネットの爆発の上で即打ちすると、ベネットバフ乗らない可能性ありそうだから、実装後は要検証だね。ということで、残りは結構時間ありますが、いろいろ考察していきましょう。まず、武器についてなんですが、サブに熟知のついている武器、装甲、鉄鉢、暗鉄剣、ダークアレイあたりが候補に入るのかな。ただ、装甲は持ってたら真っ先にカズハがつけるのかな。と考えると、熟知武器は3個で、鉄鉢は裏だと若干相性悪そう。って考えると熟知上げても攻撃力不足になりにくそうなダークアレイが一番。でも、熟知55しかないのと、自称はダメージ受けた扱いなんだろうか。そこも重要になりそう。まあ、熟知武器は無難なところだとやっぱ鉄鉢なのかな。で、熟知関係ない武器を考えると、無難にバンガンとか天目とかが候補になるのかな。スキルの継続時間とクールタイム次第では、祭礼でスキルをループさせるのも強そうだね。ここまで忘れていたけど、
原神のヒールキャラはスキル重く設定されてるし。ヒール追撃って考えるとクールタイムすんごい長い説あると思う。で、たどり着いた事前装備案は無難に行くなら安定のバンザンや天目。熟知型はダークアレイつけて、メイン熟知時計のサブオプ攻撃力重視。鉄鉢なら攻撃時計、サブオプ熟知優先とかになりそう。で、スキルクトは自称する分短くあってほしいんですが。回復と追撃って考えるとサポート重視なら祭礼が合いそうですね。ということで武器の考察でした。皆さんはどの武器が合いそうとかありますか？続いて、生物についての考察です。自称のタイプがフータオタイプっぽく自分には見えましたが、継続的に減少するなら王城とか良さそうですよね。ただ、控えにいる時に HP 減るかなーって考えるとどうだろう。さすがにないと思ってるんだよね。と、なるとどんな生物がいいんだろう。熟知を盛るということに加え、申し訳程度のクト減少の雷4とか、あやとに雷4とかもしてたし、クキシノブにも雷4代わりと合いそう。まあ、八重美この時の熟知に依存するステータスが微妙だったので。その場合は、洗顔4祭礼クキシノブとか、サポート型ならありな気がする。ただ、心配なのは八重美最適と呼べる4セットがないように。クキシノブにも最終的に雷2と何かの2セットとかなりそうで不安。爆発はどちらかといえば、おまけ感あるから絶縁も違いそうなんだよね。そういうキャラが意外と爆発アタッカーだったりするんだろうか。皆さんは生物何が合うと思いますか？よかったらこれが合うんじゃないか？みたいな予想を聞かせてね。ここまで結構根拠がほとんどない？感じで進めてきましたが。まあ、これが予想の醍醐味ではあるよね。ということで、適当にエンドトーク入ります。はい、こちら PS ブログそのまんま切り抜いていますが。クキシノブはヒーラーと継続ダメージサポーターでしたね。熟知がどれくらいダメージや回復量に依存するかでビルドに大きく影響を与えそうです。また、自称が単発消費なのか、継続なのかも実装時には注目ですね。爆発は書き方的におまけ感ありますが、実装時には実はそっちがメインだった、とかなると面白そうですね。ということで、あんまり綺麗にまとめられてはいませんが、PS ブログの方では綺麗にまとまってるので、この画像の文字を読めば、いいはずです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。アップデート後には引けたら解説動画を作る予定なので、イベント攻略動画とかも作る予定なので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。さようならだ。